かしいな、なんか家にいるのにすごい帰りたいって感じがするなっていうふうに思ったことありませんか？私自身はですね、うつ病を経験してからめちゃめちゃ症状が重たい時とか、メンタルがすごく落ち込んでね、疲れてる時にそういうふうに感じてました。まあ、あとうつ病になる前ね、うつ病になる寸前の状態の時もね、そういうふうな状態だったんじゃないかなっていうふうに思います。というわけで、どうも星です。今回はですね、家にいるのにもう帰りたいって思ってる時はめちゃくちゃメンタル疲れてるよっていうね、話をしていきたいと思います。冒頭でも言った通りですね、私もこの家にいるのに帰りたいっていう経験はすごくしてきました。まあ、特にどの時期が一番強く感じていたかっていうと、やっぱりうつ病になる寸前の一番ね、すごい状態が悪い時にそういうふうによく感じていたなと、まあ、振り返ると思いますね。まあ、やっぱ今思えばね、もうタイトルにもある通りなんですけど、もうメンタルがやっぱ疲れ切ってたんだと思うんですよ。で、多分その疲れ切っているからこそ、なんか安心できるどこかに行きたいっていうふうに感じていたんじゃないかなっていうふうに思いますね。なんかこう、家っていうとさ、その物理的ななんかこういうね、家みたいな、いうふうに思っちゃうんですけど、多分ね、家じゃなくて安心できる場所のことだと思うんですよね。その家に帰りたいの家っていう本当の正体っていうのはね。で、少し前にですね、今みたいな話、家にいるのに帰りたいっていうなんか謎の状態あったなっていうことをね、ツイッターに前に投稿したんですよ。そしたら、私が今このスマホで見ている時点でね、170リツイートあるので、まあ多分結構共感してもらえた内容なんだろうなと思って今回動画にすることにしました。でね、こう、ツイッターについたコメントとか読んでいるとね、本当に、あ、やっぱみんな同じような経験してるんだなと思って、まあ、その中でも特にね、気になったやつがいくつかあってですね、本当は家にいたい、でも行かなきゃいけないところがあるから、そこに気持ちが行っていて帰りたいになっている感じでしょうか、私もなったことがありましたっていう意見だったりとか、強いて言うなら土に帰りたいっていうふうにね おっしゃってる人もいて、なんかその表現はね、面白いなと思ったんですけど、まあ、さっきも言った通り、そのコメント読んでると、やっぱり家に帰りたいの家っていうものが、この物理的な家じゃなくて、やっぱり安心できる場所に帰りたいって、やっぱみんな思ってるんだなって感じましたね、コメント読んでいてね。まあ、今自分が一人暮らしをしているとか、実家に住んでいるとか、まあ、多分あんまり関係ないんですよ。その今自分が住んでいる場所、一番長く時間を使っている場所が安心できない環境だったら、多分みんなメンタルが疲れていって、なんか家に帰りたいっていうね、いうふうに思うんだと思うんですよね。なんで家にいるのになんか家に帰りたいなとか、なんか朝起きた瞬間から、はあ、もう帰りたいって思っちゃうとかね、そういう経験ないでしょうかね、皆さんね。まあ、そのなんで今回ね、こういう話題を動画にしたのかっていうと、まあ、もちろん最初の方にも言った通り、ツイッターでね、ポロッとつぶやいたやつが結構こう受けが良かったので、まあ、受けがいいツイートって大体みんなそう思ってるやつなんですよ、大体ね。だから動画にすると、その YouTube 見てくれてる人たちも、あ、私もそういうのあるっていうふうに思ってくれるかなって、まあ、思ったのが一つと、あとやっぱ人間ってさ、なんか自分が今なんでこういう状態になってるのかわからないっていうのが一番怖いんですよね。まあ、わかりやすいところで言うと、やっぱコロナとかもそうで、だいぶね、今はもうだいぶ分かってきたんでね、恐怖心っていうのはまあ少しずつ和らいできてるんじゃないかなと思うんですけど、こうコロナがまだ出てきたばっかりで、日本に入ってきたばっかりでみたいな状態の時、すごくテレビとかでバンバン報道されていた時代っていうのは相当怖かったですよね。やっぱりそれはコロナというものがまだ何かよく分かっていなくて、自分がかかったら死んでしまうんじゃないかっていうふうに、こう最悪な想像をね、巡らせてしまっていたからだと思うんですけど、で、大体どんなのか分かってくると恐怖心が和らぐっていうのがあるので、なんかこう、家にいるのに家に帰りたいって思ってる自分おかしいんじゃないかっていうふうにね、思って焦ってる人っていると思うんですよ。当時の私もそうだったんですけど、で、その時はネットで調べてもそういう情報って出てこなかったので、まあ、せっかくね、私 YouTube やってるんで、なんかこういう情報をこう皆さんにお伝えすることによって、そのなんか家にいるのに家に帰りたいって思ってる自分はなんかちょっと頭おかしいんじゃないかみたいな感じでね、自分を責めてしまってる人がちょっとでも気持ちが楽になればいいなと思って作りました。結局そのメンタルって心と体が休まれば回復していくもんだっていうふうに私は思ってるんですよね。もちろん本当にどうしようもない段階までガタ落ちしてしまうと、病院に行ってね、薬に頼るってことはすごく大事なんですけど、まあそれはそれとしてね、やっぱり日々の生活の中でいかに自分のこうメンタルを自分で守っていくかっていうことはやっぱ大事じゃないですか。もうこれは風邪ひかないための風邪を予防する方法みたいなのも一緒だと思うんですけど、もうほら風邪ひいちゃったらもう病院に行って薬もらうしかないけど、大事なのはやっぱ風邪の予防。ね、自分たちの生活でやっていく予防なわけじゃないですか。まあ、メンタルもそういうことだと思っているので、まあ、動画にしたってとこはありますよね。
で、まあ、安心できる環境っていうのが自分の家だったりとか自分の周りリアルの世界にない場合は、インターネットでそういった環境を作るっていう方法もあります。まあ、私はね、うつ病とかメンタルに関してこう情報を発信しているので、ホッシーさんの周りってそういううつ病の人だったりとか、こうメンタルにすごく興味のある人が友達とか仕事仲間とか多いんだろうなって感じる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、もちろんね、そういう人たちとも仲良くさせていただいてますけど、全然ね、メンタルとかうつとか関係ないね、ジャンルのお友達とかいますよ、普通に。それはネットを使って知り合ったとか、もちろんこういう活動をしているから声をかけられることもあって、そこから話していくうちに仲良くなったって感じ。あくまで起点はね、こう YouTuber みたいな肩書きのところから始まってるんですけど、なんか意外なつながりとしてはですね、なんかめちゃくちゃゲーマーの人もいれば、お坊さんもいるんですよ、仲いい人でね。お坊さんもいるし、ちょっとこういう言い方いいか分かんないけど、めちゃくちゃ金にがみつい友人もいるし、めちゃくちゃ女遊び派手な友人もいるしみたいな、なんかもうジャンルも何もバラバラだったりするんですよね。意外とね、そういうなんかこう自分の真剣に悩んでいること、私だったら鬱とかメンタルとかすごく関心あるところ以外のところにコミュニティを作っておくっていうのはすごいね、こう逃げ場として大事なんですよ、すごく。もちろん自分の悩み、深い悩みとかを相談できる関係っていうのがあれば、まあもちろんそれはいいんですけど、なんかよくあるじゃないですか、まあ、めちゃくちゃこの友達とか家族はすごい大事なんだけど、でもなんかこの人にはあえて相談できない内容だなみたいなことってやっぱあるんですよ、絶対あるんです、そういうのって。だからそういう時のために友達はいろんな場所に作っておいた方がいいよねっていう感じなんですよね。まあ、でも友達っていう単語を使っちゃうとね、やっぱり苦手な人もいると思うんですけど、ネット上に友人を作るっていうのは割とね、こうライトな感じでできるんですよね。まあ、顔が見えないからいい、もちろん顔が見えないことのデメリットっても当然あるんですけど、でもネットはね、そういうふうに上手に使っていくと、こう自分の都合のいいようにね、整えられるっていうメリットがあるので、ぜひね、ネットでも友人を作るみたいなことも考えてみてください。というわけで、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。